ドイツ、レンです。ヨーコです。はい、今日なんですけども、コラボ動画となっております。イェイ！ということですよ、今回のコラボ相手、ご登場していただこうと思います。お願いします。お願いします。キャオ、トマです。こんな声が好きだ。今めちゃめちゃ来てるナパーズさんとコラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。いやー、こちらさん、ありがとうございます。お願いします。今日1本目、ナパーズ側で撮影するじゃないですか。はい。今その前に朝から集まってこれ撮ってますと。で、ナパーズ側で翼くんにドッキリ仕掛けるんだよね。仕掛けさせていただきます。からのこっち側のチャンネルも翼くん行っちゃいましょう。行っちゃいます。行っちゃいましょう。ナパーズガの動画の終盤にせっかくだから、まあ、俺とトモヤくんでその翼くんとヨーコがそれぞれにドライブデートをしていくことになってると思うんですけど、そこでやっていきたい企画が、美女の前で遠隔操作による変な行動をしてた美女も遠隔操作されてるドッキリ。やばいやばい。絶対おもろいと思いますよ。リスナーさんも大喜びかな。大喜びだと思います。よかったです。でドライブデートするってなった時に、ヨーコ単10分15分セットしようと思ってるんで、はい、そこでトモヤくんの方からヨーコにプッキーしたんですね。翼くんに行ってで帰りにヨーコに取っちゃって帰りと思ってて、翼くんに一致するためのエアポッツは片方ヨーコに渡しておいて、ヨーコは翼くんの指示も聞けるし自分の指示も聞ける状況、はい、見せとこうかなと思います。逆ドッキリってことですか。そういうこと。向こうはヨーコに対してはちゃめちゃをやってるつもりなんだけど、はい、ヨーコめっちゃはちゃめちゃきしてくる。まあ、バカとバカを掛け合わせりゃおもろいんだねっていう。これ絶対面白いですね。おもろいよね。でその遠隔操作なんですけど、翼くんに対してはトモヤくんが指示、ヨーコに対しては僕が指示していくって流れで、立ってきたりしたらトレードしたりして。わかりました。いいですか。そんな感じでこれからやっていこうと思います。それではいきます。レッツ遠隔操作。というわけで、ここから説明お願いします。はい、はい。じゃあちょっとヨーコさん帰ってくるまで待ちましょうか。はいはい、はいはい、ということでモニタリングタイムスタートしました。まあね、カリスマ二人揃っちゃったってことで、まあ、遠隔操作バシバシで、一応今日これそのヨーコはどっちも聞こえてるけど、翼くんはあのヨーコの指示聞こえてないんで、ヨーコに指示するときだけちょっと小音にして、はい、翼くんに聞こえないようにやっていきましょう。はい、わかりました。よし。そりゃ暑いわ。急に夏、雨だったのに。ヨーコ聞こえてたら変顔してください。バレないように変顔。こちら HQ、 翼はバレ、聞こえてたら変顔してください。お願いします。ヨーコはもうちょっと変顔して15秒間変顔。いいっすよね。こちら翼、15秒間変顔お願いします。せーの。なんでここはめっちゃ混むっすね。ヨーコ、今日はパンパースさんとコラボできて本当に嬉しいです。暑いな、マジで暑い。いやでも今日私マジで、はい、パンパースさんとコラボできてマジで嬉しい。パンパース、あ、ナパーズな、ナパーズです。パンパースな、ナパーズ。今ここで踊ってみろよとか言われて、え、なんなのこの人みたいにちょっと思ったんですけど。ヨコ、てか敬語使えよこら。あー、マジで嬉しいですね、もう本当に。うん、あ、ごめんなさい、使ってなかったですか。敬語使ってんのに謎に怒られる翼。ごめんなさい、気をつけます。申し訳ないです。小島よしおと劇団ひとりとあと孔明太夫3連発行ってみよう。孔明太夫行っちゃおっか。ヨコ、孔明太夫翼くんどう思ってんだろう。ちゃんと乗ってるじゃないですか、うん、多分心境的には、うん、この人何言ってるんだろうな、だけど合わせた方がいいんだろうなって勘ぐってるですね、まだ。なるほどね、ちょっと変わってるやつなんかなぐらい。まだ分かってないですね。翼ちょっと今メロンのスタバ出てるじゃん今。だからベリーメロンでいこう。ガシのベリーメロンで俺ベリーメロン飲みたいっすっていこう。で歌おう、ベリーメロンの歌。てか今スタバの新作って何で出るんでしょう。え、今メロンとかじゃないですか。あ、メロンだ。あ、はい、確かに。あ、メロンいいっすね、飲みたい。飲みましょう。ベリーメロン飲みたいっすね。ベリーメロン飲みたいですね。ベリーメロン、ベリーメロンっていう名前ですよね。ベリーベリーメロンフラペチーノでしたっけ多分。詳しい。キャッチマイハーって感じですよね。キャッチマイハーベリーメロン。よこザケルって言ってビンタして。キャッチマイハーベリーメロン。Catch my heart, berry melon. One, two, one, two, berry melon. Berry melon. Berry melon.
ません。指示してませんからね、これ後半。ちょっと二人ともおかしいですね、これ。素でもいけたね、これ。また黒ひげのモノマネでムラムラが止まらねえ、行こう。ようこそ、フレシカット。ようこそ、フレシカット。ムラムラが止まらねえ。地獄だこれ。あ、そんなことなりスタバつきましたね。このコンビやばい。だって泣きすまじやばい。あ、前詰め。はい。ちょっと翼くんドン引きして始めてんのかな。翼かなり引いてますね。よこ。いやーでも私本当に翼くんみたいな優しい人って嫌いなんですよね。翼くんって優しいですよ。ありがとうございます。言われません。あーでも逆に優しすぎて損してるよって言われたことあります。でも私翼くんみたいな優しい人、はい、めっちゃ嫌いです。嫌い。ごめんなさい。なんかもうちょっとなんか変えた方がいいですかね。何でかわかんないけど何も好きじゃない。これ何分ぐらい待ちそうですかねってちょっと普通の会話しよう。ここでこれ何分ぐらい待ちそうですかね。ちなみに3分ぐらいか。え、でも結構並んでますよ。つばさん、今日夜ご飯何食べますみたいなシンプルな会話でもう一回行こう。え、今日の夜ご飯何食べます。ちなみに夜ご飯ですか。夜ご飯よこ、ミミズって答えて。ミミズ。ミミズ、ミミズ食べるんですか。ミミズのお刺身、はい、ミミズ以外になんかおすすめの幼虫とかあります？食べ物とか。まあ幼虫嫌いなんで。あんま幼虫好きじゃないんですよ。ミミズは。大丈夫ですか。はい、呼吸整えて。あ、頼むから、はい、なるほどなるほど。ようこ、注文するときアーニャのモノマネを誇張してやって。めちゃめちゃ誇張。じゃ、メロンオブメロンフラペチーノお出しください。はい、お願いします。以上、お待ちしてます。クオリティ高っ。つばさん、受け取るときは何言ってるかわからないスティッチでいこう。ありがとうございます。スティッチのチューチューパーパーのナッハ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 ッ炭酸水挟んでますよ。下あんまり見えないけど。うまっ。あ、うまいですか。うまっ。いいっすね、飲みっぷりがいいっすね。飲みっぷりがいいっすね。翼、翼盛り上げよう。コールしよう、コールしよう。体に体に体にスタバのゲイ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 。あ、それそれゲイ。乗って乗って。ゲイ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 。あ、よし来い。ゲイ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 。あ、それそれゲイ。そう、おもろい。ゲイ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 。あ、よいしょ。飲みたかったわ。そしたらちょっとスタバ出たんで交換する。交換しましょう。オッケー。じゃあ僕ちょっとよく感じましょうね。お願いします。ヨコさん、聞こえてたら変顔してください。翼くん、ヨーコってほんとスニムクラブそっくりで、俺の嫁にさせてやろうか。ヨーコってほんとスニムクラブみたいで可愛いよね。ヨーコさん、無視して飲み続けましょう。これは嫁にしてやろうか。体に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 。あ、ちょっと笑ってくれた。よかったっす。よかった。さっきからうるさいんだけど黙ってくれる？でいきましょう。さっきからうるさいんで。あ、黙ってもらって。翼くん、やっぱりでも雨がすごいっすね今日。よこさん、翼がなんか喋ったら葉っぱカッターって言って翼にちょっと攻撃しましょう。やっぱりでも雨すごいっすね今日。葉っぱカッターつばさくん、破壊光線、破壊光線、破壊光線。よこさん、翼にともやくんの愚痴ってあるって聞いてみましょう。トモヤの愚痴不満っすか。4つぐらいあるっすね。何ですか。言わないです。あ、まあよくさん、聞き終わったらバブル光線って言いましょう。で攻撃しましょう。また翼に歴長いんで分かりきってることなんですけど、やっぱ口めっちゃ悪いのとバブル光線。あ、効果抜群だ。効果抜群だ、よく言うたら。でもなんかドライブ楽しいですね。いや、
めちゃくちゃ楽しいっすね。ヨコさん、ハンターハンターが連載再開するんですけど、22巻の352ページってめちゃくちゃ面白いですよねって言ってみましょう。あ、そういえばハンターハンターの連載が始まるらしいんですけど、はい、22巻の365ページ。パードゲイフォー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 どっちもおかしいってアメリカ人とかにピーマンって言うと、はい、なんかおしっこ男っていう意味合いがあるんです。え、そうなんですか。あれもうつくんじゃないこれ景色的に。多分つきそうですね。確かに持ってきてますね。つきましたよ。すごい。あ、来るかもしれない。来ちゃった。楽しかった。あっという間でした。楽しかったですか。はい。じゃあ、あっちの車でネタバラシしちゃう。やってましょう。お願いします。くっそ、もろかった。マジでやばいな。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です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 。先ついてたの？うわ、そうそうそう。先ついてたんか。はい、何分目ぐらいついたっけ俺ら。だいたい、うん、1時間ぐらい前じゃないですか。1時間ぐらいいたね。え、そんな早く終わったんすか。まあ、ドライブは、はい、出ませんでしたと。え、そうなんすか。そうなの。ということでいきますよ。はい。せーの、ドキドキ大成功！ということで今回なんですけど、いきます。今回の企画名、美女の前で遠隔操作されていると思ったら、美女も遠隔操作されてたドッキリ。マジで。おもろい。適応力やばくない？え、たぶん私そんなやばい女だって思われた。いや、やべえなって思った。めちゃめちゃいいリアクション。いや、なんか最初はあ、なんかあ、なんかちょっと飛んじゃってる子なのかなみたいな感じで思っちゃうんですよ。あの、スタバ同時飲んだ時に、え、大丈夫なのかなこの人と思って。相性めちゃくちゃ良かったっすね。ね、最強の炎上だったね。じゃあそんな感じで、はい、今日このコラボを終わろうと思います。こちらの動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントも何点載よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この時間も絶対見てください。お願いします。